はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの G2E が届いております。こちらになります。G2E299-0455 という製造番号ですね。届いたばっかりでまたそのままなので、だいぶ傷があるまま、傷というか擦り傷ですけどね、当て傷はそんなありませんが、そのままの状態です。まだ埃もかぶってます。もうそのまま、今映してますのでね、こういう状態ですが、これから手を入れてきれいにしていきます。まあ手を入れたらもうほんとピッカピカにね、きれいになりますが、入荷直後に取るのがうちの特徴なので、他の楽器屋さんでは多分そんなことやってないと思いますけどね。まあ自然のままで、そのままでご紹介しております。ペダルは2本です。はい、ではですね、音を聞いてもらいたいと思いますが、さあどんな音がするんでしょうか。ドミソ、すごい、めちゃくちゃ鳴る、すごい、すごい、おめちゃくちゃいいですね。まあ昔のヤマハの音、もうキラキラとした明るい、底抜けに明るい、パワーのある伸びるですね、ヤマハの音ですね。まあ昔音楽室にあったグランドピアノはこんな感じって感じですが、まあ本当にようなってくれますね。気持ちいいぐらいスコーンスコーンと音が伸びます。ちょっと鍵盤のタッチ調整が必要かなとは今弾きながらね思ったんですが、大丈夫ですよ。うちは職人集団なので、きちんと手を入れてお届けしますが、今届いたばっかりの状態で調律もそんなに狂ってないのでね、ちゃんと手入れされたピアノかなって感じはしますね。ヤマハの G2、 今ねこの2型、1型、2型、3型ってすごい問い合わせ多くて、もう予告って出すだけでもう問い合わせ来てるんですよ。なので見に行ってから買いますみたいな言ってると多分なくなるかなという気はするんですが、まあ実際ねグランド弾いてみないと確かにわからないのでね、タッチとかはね。なのでまあ来てからとは思いますが、ちょっと今もグランドが売れすぎて売れすぎて、もう数がない状態で、やっと手に入れた2台、まあもう1台あるんですが、なので、ちょっともし見られるなら早めに来られた方がいいかなとは思ったりもします。ヤマハの G2E のご紹介でした。それではさよなら。